サーモンの刺身食用の鮭について、鮭は、タンパク質とオメガ3脂肪酸を豊富に含む、オイリーフィッシュに分類される一般的な食用魚である。養殖鮭と天然鮭の主要生産国である。ノルウェーでは養殖と天然鮭は、食品の品質と安全性の点でわずかに異なる。養殖鮭は、環境汚染物質の含有量が少なく、天然鮭は、脂肪酸。 オメガ3の含有量が多い。白身の天然酒の例もいくつかあるが、酒の肉は一般的にオレンジから赤である。サーモンの自然な色はカロテノイド色素、主に肉のアスタキサンチンとカンタキサンチンに、起因している。天然酒は、オキアミや他の小さな貝を食べることでこれらのカロテノイドを摂取する。カロテノイドの濃度は、肉1ラムあたり8ラムを超えており、 すべての魚生産者は、ロシカラーカードで16の値を表すレベルに到達するのを目標にしている。魚は特定の容量で出現するが、このスケールはアスタキサンチンによるピンク色の測定に固有のものであり、カンタキサンチンで得られるオレンジ色には対応していない。カンタキサンチンの肉の濃度に悪影響を与える可能性のある加工及び貯蔵作業の開発により、 加工の劣化効果を補うために食事に添加される色素の量が増加。天然産では最大 25mg のカロテノイドレベルが存在するが、対照的にカンタキサンチンのレベルはわずかである。市場に並ぶ酒ステーキと切り身エドアールマネによる1866から1869年の酒のある生物側白身の酒を描いているノルウェーサーモンは、 大西洋酒のうち特定の育ち方をしたもの。なお、世界市場で入手可能なほとんどの大西洋酒は養殖であるが、太平洋で取れる酒の大部分は天然で捕獲されており、米国の缶詰の酒は通常太平洋で捕獲されたものであるが、一部の缶詰では養殖酒である。スモークサーモンは別の保存食加工方法であり、普及しているのはホットスモーク。 または、コールドスモークのいずれかである。ロックスは、霊燻製の鮭、または、塩水で硬化した鮭のいずれかを指す。伝統的な缶詰の鮭に、皮と骨も含有しているが、皮なし、骨なしの鮭の缶詰もある。生の鮭の肉には、アニサキス症を引き起こす、海洋寄生虫である、アニサキス線虫が含まれている、可能性がある。冷蔵が、 利用可能になる前は日本でも生の酒を消費していなかった。サーモンとイクラは1980年代後半に無機製のノルウェー産サーモンが登場し、刺身や寿司の製造に使用されるようになったのはごく最近のことである。通常の種類の調理済みサーモンには、100g あたり500から 1500mg の DHA と300から 1000mg の EPA が含有している。 ノルウェーサーモンが育つのは北ヨーロッパのノルウェー地方。氷河によって作られた複雑な入り江付近で盛んに養殖が行われている。養殖が行われる入り江周辺は住人が少ないため生活排水による海水汚染が少ない。サーモンの稚魚たちは山から降りてくる綺麗な雪解け水の中で最適な塩分濃度を維持されつつ育つ。つまり、ノルウェーサーモンは 大西洋酒の中でも厳しい品質管理が行われる中で育った個体であると言える。刺身、寿司、煮物、塩蔵品、カルパッチョ、ムニエル、フライなどの料理に使用されることが多い。ノルウェーサーモンは、タンパク質、ビタミン A、D、B12、抗酸化成分、そしてオメガ3を特に豊富に含んでいる。冷たい料理にも温かい料理にも合う食材。 部位ごとの特徴、テンダーロインとみなされているトップロインはノルウェーサーモンの最上級の部位。身に対して油の比率が高く、すべての調理スタイル、特に網焼き、ポシェ、ソテー、燻製、低温焼き、そして伝統的なグラブラックスに適している。油と身のバランスが均等なため、ロインは寿司用、バタフライカットやダイスカットを含むほとんどの調理スタイルやカットに、 使われる。ハラミは太い白やブのラインのある、フィレ全体の中の狭い下の方の部位。オメガ3脂肪酸が最も集中している。この部分は美味であることから人気。ありがとうございます。